はいはい、もらっていきたいのと、出します。狂犬病ってまだ打たない方がいいですか？いや、打っていいですよ。もう今日打っても大丈夫ですか？体調的に。いいですね。じゃあ、打ちましょうか。打っていってほしいです。はい、じゃあ狂犬病は打ちますね。はい。で、あの、先月何日飲んでるの？あの25。25。今日24だから明日なんです、ね。じゃあちょうどいいね。うん。それで何だっけ、名前。何だったっけ、私も全然覚えられない。これもらいました？あ、この間いただきました。はい、説明書ですよね。はい。はい、デリー、ああ、そうです、そのような名前プラスね、はい、覚わらない方からの新作は頭にじゃあこれは明日にしてください。ただし今もうワクチン打っちゃいますから。あ、わかりました。で、打ってさ、もし変わった様子、はい、なんか有害事象が出てそうだったら電話してください、ね、あ、わかりました。でなければ明日飲ましてもらっていいですかね。わかりました。じゃあここで今打ちます。はい、お願いします。で、打った後一番怖いのは、いつも言ってるかもしれませんけど、アナフィラキシーね。あ、はい、アナフィラキシーはいつ起きるかわかりません。でも起きるかぎりは 0.001% ぐらいで。わかりました。もう私は10年以上、20年ぐらい見たことないんだけど、でもそれも昔は見たことあるんですよ。ああ、そうなんですね。昔のワクチンでね、凶悪だったんですよ、うん。ああ、そうなんですか。うん、だから私が大学で出せの頃、うんうん、年に1回ぐらいの気持ちがあったんですよ。めっちゃ怖い。もう見てる方も怖いですか？見てる方も怖いし、だってさ、ワクチン打つじゃないですか、うん、話してて、うん、で、待ち合わせで、じゃあ証明書作りますから、待っててくださいねって言って、うん、先生とかって言われるからさ、うん、いると、もう、くたくたになって、真っ白けになって。そうなんだ。うわ、だからそれをですね、見逃しちゃうと死んじゃうからさ、うん、え、それって24時間ぐらいは、いや違います、もう3時間とかそれぐらい、もっともっと、なる子は5分から10分になります。あ、そうなんだ。あ、じゃあまあここにいる間にそうそう、ここにいる間に出なかったら、あとはもうゆっくり出るやつ、うん、は死ぬことないからね。でもやっぱり発熱したりとかさ、じんましんで痒くなる、まあでもそれは死ぬことないんですよ、うん、ただアナフィラキシーだけは絶対危ない、うん、コロナもそうですよ。でもだから打ったらさ、10分か20分はさ、そこにいた方がいいんですよ。そうですね、なんか対応してもらった方がいいですね。なんかあったら病院だったら対応してもらえるからさ、うん、そうですね。はい、じゃあ、 結果この場合出します。それと証明書も後ほど出しますから、お手つきの時には40円ね、お願いします。あと薬ってさ、うん、薬は多分木曜日まであると思います。木曜日、水曜日か木曜日まで。あ、本当、わかりました。水曜日でまずいから、じゃあ火曜日もうちょっと薬を飲んでいてほしいんですよね。じゃあ切れる頃にもう一回来た方がいいですかね、はい、そしたら、ね、そうします。そしたらじゃあちょっと薬作ってもらいましょう。で、来月混合ワクチンって何種混合なんですか？今10種。10種。あ、わかりました。じゃあそれ来月打てばいいですか？そう、5月6月、6月まで大丈夫、うん、5月か6月に行ってもらえる。去年打ったのが6月の二十何日だから、うん、あ、そうなのか。あ、わかりました。4月24日。はい、じゃあまあないと思いますけど、もし何かあったら声かけてくださいね。